どうも、一生懸命一のもんです。この車の全幅は久々です。5ナンバーワークに収まっています。1695ミリなんですけれども、ここちょっとイメージつかない人はですね、近所にいるサメ、スムースハウンドをビチビチ捕まえたら、バッすれば、大体一緒です。というわけで今日紹介するのは日産の AD 版改め NV150 改め日産 AD です。でこの車はですね、2018年まで発売されていた最後のウィングロード、つまり乗用のワゴンと共用開発されたモデルなんです。特徴的なのはこのルーフを主にしたですね、ボディのラインなんです。これね、ここよりもこちらのルーフの方が低く見えるじゃないですか。でもそういうのって目の錯覚を利用したものなんですということが多いんですよね。よく見てみましょう。あれ本当に低いやないかい、ないかい。そう、実はこの車ですね、このキャビン部分の方がリアのラゲッジ部分よりも高く、これ意図的にデザインされてるんです。その理由は、現在はバンとワゴン市場って冷え切ってしまいましたけれども、この車が開発された当初はですね、まだまだですねワゴンとかが元気のある時代だったんです。でね、そんな時代に真四角の水平のルーフで真四角な車を作ってしまうとですね、ヒエラルキーの問題が出てきます。例えば日産で言えば上にはステージアとか、過去で言えばプリメーラワゴンなんかもありました。また他社に目を向けるとですね、ボルボですとかレガシーなんかもあります。そんな大型のワゴンなんかとですね、同じようなルックでこのボディサイズで作ってしまうと、あれなんか AD ってちっちゃいな、ちっちゃいな、いやちっちゃいちっちゃい、もう絶対ちっちゃいという具合にヒエラルキーにセットされてしまって、ちょっと寂しい思いをしかねないんですね。そこでデザイナーはボディサイズが小さいながらも個性のあるデザインをしようとしました。でですね、この車もともとデザインの初期の段階ではここまで後席まで盛り上がっているこの市販車とは違って、フロントシートの部分のみが盛り上がって、この後は水平に低い位置のルーフが続くというものでした。これはあくまでもドライバーを第一優先して、荷室はまた別のものですよという考え方によるものなんです。その時にデザイナーがイメージしたのはサニトラなんです。サニトラって2人乗りですよね。でその後ろにですね、キャビンスペースに後付けのキャビンを乗っけたような、そんなフォルムをイメージしたんです。だからこのようにキャビン部分が大きくて、その後ろは一段低く水平に展開する形になってます。でこの車実はですね、全高1500ミリなんです。ぴったり1500ミリなんですが、なんかそれよりも高く見えません？実はですね、そこにはからくりがありまして、このウィンドウ、先ほど言ったコンセプトからリアウィンドウよりも上下が非常に高くて、かつその下端の位置、この位置がですね、一般的なバンよりもとても低いんです。ですから中に乗り込むとフロントの景色もとても開けてるんですが、ほらここよりもさらに一段低い位置にウィンドウがあるので、むちゃくちゃ視界がいいんです。素晴らしい。後ろに回ってきました。車名はほら、すいません間違えました。このモデルちょっと古い NV150 でした。でこの車なんですけれども、注目してほしいのはこのリアサスです。これリアはトーションビーム形式のサスペンションなんですけれども、形式自体はワゴンのウィングロードと全く同じなんですけれども、実はですね、トーションビームをバン用に小型化してるんです。これによって荷室面積を大きく稼ぐ措置がなされているわけなんです。で、このラゲッジなんですが、注目はですね、このラゲッジのドア、これがむちゃくちゃでかいんです。そして、ヒンジの位置が適切なので、そしてですね、このドアの上部が前側に回り込んでるので、ほら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 、むちゃくちゃな開口角度。実はこれ1800ミリを余裕で超える高さまで上がってくれるんです。ですからほら、簡単には頭当たりません。ではラゲッジ見てみましょう。さすがバンモデルで広大なんですが、日産の人たちがですね、ウィングロード乗用モデルを作るときにしっかりですね、荷室を大きく取ろう、さらにプロユースだけでは生まれない発想なんですが、この床の面積を低い位置に抑えようという努力が功を奏してます。でこれ荷室の最大幅はですね、これだけの幅があれば体長 1.3 メートルのメガネグマを余裕で積み込むことができます。ほら、後席を使った状態でもこんなに広い。でね、さっきはルーフが低い低い言っちゃったんですけれども、この車ですね、床が低くてかつ低いとはいえしっかり前後を取っているので、実はですね、ラゲッジの高さなんと
940mm もあるんです。ほら普通に座れる。さらにこの紐を引いて鉱石を倒すと最大で 1952mm の空間が広がってるんです。すごっ。さあじゃあ運転席チェック行きましょうか。おっ、このナンバーいいナンバーだね。いい語呂合わせになってますよ。ほら乗ろう日産 AD。 あ、全然なってないですね。 AD で荷物満載で舞踏会に行く人が気になるのがお化粧直しのためのミラーとライトがあるのかな、ないのかな。当然ですよね、何もない、0点です。シートは想定外にボリュームたっぷりの造形で、乗り込みの注目点2つあります。1つはですね、ルーフがやはり高いので、ほら自然に乗り込めること。さらにここ、実はこのモデルボディ剛性を確保しながらもですね、フロアとサイドシルの高さの段差を可能な限り抑えたんです。ほらこれだけしかありません。なので乗り降りマジで楽なんです。そしてインパネ、インパネはプレーンでクリーンな形。いやこれね本当にいいデザイン。インパネの造形の他にさっきも見せましたけども、本当にね視界がいい。こんなにね明るい空間のバンって乗ったことないかも。しかもですね、このウィンドウの上面がかなりルーフの方にえぐれてますので、本当にね座った時の視界が高い。いいね。でメーター、アナログの単眼式でございます。そして視聴者ちゃん、こんな暑い時にはこれを使いたいよね。そうここダーホールのんくどり、あ、ごめんごめん、業界用語使っちゃった、ドリンクホルダーです。ちなみにこれはビニコンの空腹です。この車ビジネス用途の収納空間が豊富です。例えばここ、これはペン立てです、ペンホルダー。さらにここ上部にトレイがありまして、これはですねレシートなんかも挟んでおけるカードホルダーです。エアコンスペースの下にも小物入れが 1,2,3 層に分かれてセットされています。またこの助手席正面、この大きな小物入れはこれティッシュが入ります。さらに下、初期モデルではここに蓋ありませんでしたがグローブボックスがセットされました。ちなみにこのグローブボックスのノブ、センター部分ではなく右寄りにセットされているのはドライバーから操作しやすいようにするためなんです。えらいね。またこの中央下、シフトレバーの後方の小物入れの後ろ、非常に長いですね。これ小物入れというには大きすぎるスペース。サラリーマンの方なんかが持ってらっしゃる黒いバッグなんかありますよね、あれが縦置きできるスペースになってるんです。時は 1999X 年世紀末、俺は燃料キャップの蓋はワンプッシュで開いた方がいいと思ってる。蓋と真剣、わちょわちょ、わお。どうやって開けるんだ。どれだ、これか、これだ。手間はかかったがあえて言うぞ、お前はすでに開いている。わちゃお。搭載のエンジンは HR15DE 型というですね 1.5 リッターの4気筒 NA エンジンになっています。これですね110馬力のパワーと146ニュートンのトルクを持ってます。シャキーン。リアシートの硬さを赤身と中トロ応答で確認、冷凍マグロチェック。どうだろう、硬そうだな。おおおお、むずい。表面中トロ、中身赤トロ。リアシートは大変フラットな形状です。さあ改めてこのリアシートですけれども、乗り心地がですね、表面だけ柔らかくて中は硬いのはもちろんなんですが、これバンなので荷室用、畳んだ時の荷室用量を稼ぎたいから、なるべく薄くしたいからなんですけれども、そういったですね座面の工夫をしなくてもですね、この車とてもですねフロアが低いんです。これはですね、このモデルの開発時に燃料タンクを樹脂製にして、かつ複雑な造形にして低く抑えることができたからなんです。またボディ設計の面で、先ほどサイドシグに言いましたが、ここ注目、フロアトンネルも非常に低く設定してますので、これもですね荷室空間の拡大に役立ってるんです。これ運転すると驚くのは最小回転半径の小ささ、なんと 4.7 メートルなんです。ですからこの位置からステアリングを切ると、おー、車道に完全に出るつもりが自分の想定よりも内側に入っちゃったみたいな、マジカルな小回りが可能です。この車に搭載の 1.5 リッターの HR15DE 型エンジンはですね、日産の環境、それから高効率対応エンジンの先駆けのポジションにあるエンジンです。でこれ排気系統をなるべくストレートに近づける構造になってまして、
ですから燃焼効率がいいんですが、それと同時にですね、この踏んだ時の気持ちいい吹き上がりにも貢献してくれてます。ちなみにこの車ヒルスタートアシスト機能を持ってまして、このようにブレーキペダルから足を離しても2秒間はホールドしてくれます。トランスミッションは CVT を採用してます。これがね、滑り感が非常に少なくてダイレクトに動力を伝えてくれるので、これなら不満が少ないんじゃないかなというふうに想像します。で、私がですね、日産車に乗っていつも感心するのが、どの車に乗ってもとてもね、当たりがソフトで柔らかいんです、乗り心地。あ、一部ね、あのキャラバンだけはどうしてもね、ちょっと固めだったんですけれども、私が乗った中では、例えば GTR なんかも含めて、どの車乗っても非常にね、日産の車は乗り心地、特に最初の当たりが柔らかいです。それはこの商用モデルの NV150 にも適用されます。ですから今結構上げた路面走ってて段差も多いんですが、車内は遮音材がそれほど多くないのでゴーみたいな音は入ってきますけれども、ショック自体は少なめです。ただし強いショックが入ると、最初の当たりは柔らかいんですけども、その後はグッとやはりですね、固めのサスがありますので、やはり強めの衝撃が来ます。それからステアリングフィールもね、非常にいいんです。これもね、日産の特徴なんです。軽自動車のルークスも含めて、あのね、こういうすごくね、最初から滑らかに動いてくれるステアリングが日産の美点なんです。それをね、商用車でも味わえるっていうのはとてもいいこと。いや本当にね、乗っててこの車、先ほどから何回も言ってる視界の良さも含め、このエンジンフィール、乗り心地の良さ、ステアリングフィールの滑らかさもあって、多分仕事で使ってる人もね、あ、AD は結構いいやつだよなっていう印象を持ってると思います。今回長距離を試せませんけれども、これなら不満が少ないんじゃないでしょうか。すごくね、まろやかでいい乗り味。そして5ナンバーサイズのコンパクトなボディのはずなのに、乗ってるともっと大きなサイズの車に乗ってるようなゆったり感があります。ちなみにこのモデル、各開口部は大きく取ってるにもかかわらずですね、ボディ剛性には気を使ってまして、例えばリアですけれども、リアのゲート周りの補強をするのは当然なんですが、例えばリアのですね、アンダーの部分、リアエンドクロスと言いますけれども、リアエンドクロスの部分は平断面、閉じた断面にして補強をしています。また各ピラー ABCD ピラーありますけれども、とルーフの接合部分のですね、剛性はより強くなるように設計をされています。だからなんでしょう、ほら、なんかね、近年の車のようなとても緻密に計算されたボディ剛性の高さとは違うんですけれども、非常にね、しっかりとしたボディの印象があります。またこれに加えて、これバンモデルならではなんですけれども、車重が軽いんです。この車ですね、1140キロしかないんですよ。 1.5 リッターのモデルなのに。ですから発進が軽やか、そして中間加速も非常にね、軽やかに伸びていく。そしてブレーキ、やっぱ車重が軽いっていうのはいいよね。全部がいい方に好転してます。これはね、本当にね、乗る前はまあ没個性な車だし、あと多分乗り味が硬いだろうなみたいな想像してましたが、これはね、割とね、積極的に、本当にあえて言うんじゃなくて、これ結構いいですね、乗ってて楽しい。で、小排気量のバイクに乗ってるようなダイレクトさがあります。エンジン音もしっかり聞こえてくるしね。というわけで AD の NV150 はですね、非常に考えられたデザインによって明るいスペースを持ち、また運転はですね、とても素直で大変美味な車でした。ごちそうさまでした。